あ、緊張しちゃうな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、オクラです。どうぞよろしくお願いします。はい、オクラで今日はですね、あの中村さんいらっしゃってます。はい、中村さん、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中村です。はい、よろしくお願いします。中村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、中村のじいじです。中村のじいさんね、あの、そうそう、今日ね、はい、何でも聞いちゃいますからね、皆さん、あのメッセージね、あのください。皆さん、いろんなメッセージ、ね、質問でも OK ですよ。何でも質問 OK ですからね、質問ください。でですね、今日はまあ初めましてということなので、はい、初めまして、はい、はい、今日は中村さんにねついていろいろとお聞きしたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんね、あの中村さん、ちなみにおいくつなんですかね。いくつに見えます？60歳、50歳、60歳ぐらいですか？ね、自分はだいたい27歳だと思ってる。すごい若いですね、皆さんね。私より若い。あ、本当。はい、私まだ33です。サザンが9歳。9歳、9歳です。そうなんですよ。まあ、あのですね、はい、あの、はい、中村さん非常にね、お若いです。本当に。こんなの来ちゃってるもんね。もうピンクですしね、もう私より派手ですから、本当に。すごい若くてですね、はい、いいなと思います。で、あの、中村さんは、はい、何をやられてるんでしたっけ？あの野菜の関係。あ、野菜ですね。野菜です。あ、中村さんはね、野菜を作っているそうです。野菜ですね。どんなお野菜を作ってるんですかね。今ね、畑にあるのはね、はい、ぼつぼつ10月ぐらい収穫したいなと思ってるのがさつまいも。あ、さつまいも。そうです。紅はるかってやつね。あ、紅はるかですね。はい、美味しいですよね、秋になるとね。あれも腹がゴロ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 なってね。はいはいはい、はい、あ、食べたいな、食べたいなっていうのは。美味しそうですよね。うん、そういう味のやつですね。あ、紅はるか。紅はるか、そうなんですね。はい、他は何か作られてますかね。他にはね、今やってるのがね、あの人参。あ、ね、さつまいもと人参やってるそうです。そうです。そうなんですね。まあ、これからね、あの秋になりますからね、あの非常にね、さつまいもが美味しい時期だと思うんですけど、焼き芋とかお好きですか？焼き芋好きだけどね、はい、もう焼き芋にするしたいなと思う時にはもうさつまいもがなくなってる。ああ、残念ですよね、本当にね、焼きね、はい、あ、ですからね、今日中村さんはね、今さつまいもを作られたりですね、あの、はい、人参を作ったりしているそうなんですけども。はい、そうです。はい、で、中村さんはなんかどんな栽培とかちょっと教えてほしいなと思うんですけど、どんな作り方なんですか？はい、これはあまり難しく考えるとね、うん、頭ごちゃごちゃしちゃうから。あ、頭ごちゃごちゃしちゃいます。ごちゃごちゃ。はい、簡単にね、考えてね、普通の世の中のこの地球の中で、うん、はい、地球の中で、あの何もしないでできるような。すごい。何もしないでできちゃうんですよ。すごいですね。どんな感じ？でも何もしない人って、うん、結局難しい言うと炭素循環農法って言うんだけど、はいはいはい、それあの簡単にして単純の単純農法、単純農法です、皆さん。そんな難しく考えない。あ、うん、シンプルですかね。シンプルだね。あ、ね、結構こうシンプルな農業らしいですね。あ、そうです。そうなんですね。結局ね、これは、はい、あのやっぱ誰でもできるようにね、はいはい、広げていかなきゃいけないっていう。ああ、そうですよね。うん、あ、今ね、あの農業ね、やめちゃう方も多いですしね、なかなか。そうです、はい、あ、大変なんですもんね。やっぱこれからはですね、このシンプルな農業 ね単純農法がね、これから来ると思うんでね、皆さんね、いろいろお聞きください。で、あと質問あったらですね、いろいろとね、メッセージください。そもそも中村さんはね、はい、あのどうして農業とか始めようと思ったんですかね。いや、これね、うちね、もともと、あの元は中古の農業機械。ああ、中古の農業ね、を扱ってる。はあ、それが 元の本当 の、 あの本業だから。ああ、そうなんですね。うん、その前もあるんだよね。どんなことですか？バン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 、オートバイ。あ、オートバイ。中古のオートバイね。ああ、うん、買い付け。あ、そうですか。うん、買い取り屋だから、はい。あ、そうだったんですね。お金持ってってこれいくらで売ってってやるのが。ああ、うん、買い取り、買い取り、現金買い取りとかね。ああ、
バイクのね、買い取りやられたそうです。そうです。そうなんですね。うん、私ね、ベトナムに行ったことがあってですね、今世界中ね、バイクが走ってるんですよ。うん、ベトナムなんてこれね、ホンダとかトヨタとか。これね、ベトナム出してたんだよね。あ、そうですか。ベトナムはね、はい、バイクすごいよ ね。バイクすごいんですよ、ね、本当に。はいはいはい、はい。2人3人乗ってんだよね。そうなんですよ。ね、バカかってくれんのね。そう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 、ね。本当にすごい走ってるんですよ、ベトナム。すごい。やっぱホンダのね、はい、オートバイ持つとすごく裕福だって見られるらしい。ああ、そうですよね。うん、もう今ね、ベトナムもだんだん発展してきてますから。ね、はい、今日本負けちゃうんじゃない？負けちゃいますよ、本当に。本当に弱ったもんだな。勢いありますからね、ベトナム。弱ったもんだなって感じじゃない？そうなんですか。ああ、じゃあ結構ね、バイクがお好きだっていうことでね、中村さんね。ああ、そうね。バイクが好きじゃなくて、お金が大好きなんだよ。あ、お金が大好きなんですね。マニーでね。そう。あ、お金が大好きなんですね。これなんです。これなんですね。うん、もうやっぱ時代が読めるんですよ。もう次の時代がね。次の時代がね。ああ、先見の目がありますね。そう。ああ、そうなんですか。これまでこう走ってるでしょ、はいはいはい、走ってるとね、あそこにオートバイあった、あれはどこだ、ホンダか鈴木かヤマハかって全然分かっちゃう。すごい福島も分かったわけ。あ、スーパーカブが当時ね、はいはいはい、スーパーカブがバカ売れたわけ。あの浜松かなんかでね、浜松もね、うん、それでよくは聞いたことない、はいはい、バイクが盗まれちゃったって。あ、聞きます。はい、長野県の方に買いに行ってたから、はい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 、長野県へ買って車一車積んでくると、はい、大体静岡帰ってくるのは夜中になる、夜11時になる。そうするとどういうことが起きるかっていうと、はいはい、あいつおかしいだろ、パトカーを走ってるわけ、はいはいはい、見てるわけ、おかしいぞ、あいつなんかどこから盗んできたんじゃないかなと止められちゃうわけ、はい、赤いのピーポーピーポー鳴らしてそれで来るわけ。あ、夜中に ね、11時頃、はい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 、そういうことあったの。あ、その当時っていうのは、はいはいはい、バイク泥棒多くてさ。ああ、バイク泥棒あったんですね、うん、結構前になりますかね、何十年か前の。そうだね、あ、ちノーキング始めて、はい、もう10年以上経ってるから、はい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 、本当にね、闇の仕掛け人が多かったんで。ああ、じゃあちょっとベトナムとね、この人も闇の仕掛け人だったけど、まあいろいろお詳しいそうですね。そうで、農業。ああ、それからね、もともとはね、バイクの買い付けから始まったそうです。そうです。ああ、そうだったんですね。で、それから農業に行ってですね、そうそう、炭素循環はどうしてこれにしようと思ったんですか。うん、それはね、はい、今すごい病気多いでしょ。はいはいはい。考えられないような病気いっぱい入ってるわけだよね。それで病気のこともあるし、はい、これね、なんでこんなに変な病気でいっぱい出るのかなって、昔でなかったんだよ、うん、あ、そうですよね、もうコロナなんか最近だけどね、はいはいはい、がんとかね、あ、多いですよね今ね。僕が若かりし頃、はい、幼い頃、うん、その頃はね、がんなんて聞いたことなかったって、こんな感じする。それで、はいはい、その当時のね、お茶の作り方、これ買わねえだから、はいはい、金もないから買わねえね、はい、うん、だからね、それだからね、はい、買わねえのお茶っていうのすごいね、香りがあったわけ。ああ、香りあったんですね。あった、もちろん、香りがあってね、はい、あ、いえいえ大丈夫ですよ、香りがあってさ、うまかったわけ、はい、はいはいはい、うん、もうお茶って言ったら買わねえだ、買わねえ茶だし、うん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 、その当時っていうのは山だからすすきとかかや、はいはいはい、あれを秋口持ってきて、はい、それで入れてたわけ。よく掛川の茶草場の方、はいはいはい、ね、いや、まあ、いろんなとこの雑草とかそれ入れてるわけでしょ、はいはい、あんなことやってたんだよ。ああ、うん、昔はね、そういうことをやられたそうですね。ああ、そう、それがヒントですね、もしかすると。それはね、はい、その炭素循環の方っていうのは、うん、広大の物理科学の教授が静岡に住んでて、はいはい、その人と巡り合ったっていうのが単純にあるきっかけなんだけど。ああ、そうなんですね、うん、それで農業はね、はい、肥料も何もいらないんだと、はいはい、ただそこにいる環境を作ってあげればいいんだってことだと。そうですよね、うん、環境ってね、微生物とかですね、なんかね、そう、働きやすいようなのをね、生物とか生き物がね、大事だっていうことで、うん、ただ足ってなったわけ、はい、
あれも微生物生き物っていうか動物だから、うん、やっぱ腹が減れば何か食べたくなる。うーん、それが一番ね、はい、食べやすくな食べる時が、はい、この9月10月11月12月落ち葉の子落ちるでしょ、はいはいはい、こんな色のとかね、あ、そうですね、それが大好きで、微生物のそれで分解、山の状態、うんうんうん、山の環境をね、はいはい、畑に持ってこようっていうのがこの方法だった。ああ、そういうことだったんですね、うん、このね、山の有機物とかね、葉っぱですね、あれが落ちてくるんで、それを肥料にね変えていくっていうねお話だったんですけど、素晴らしいです、本当にその考え方は非常に共感得られます。私もやってるわかりますありがとうございますあのね、オクラもねまさしく考え方似てます、その考え方は、うん、ね、大体よく自然農とかさ、うん、天然農とかっていろいろ大体似てるんだなと思う、最近そう見ててね、似てます、はい、うん、そう、自然のものを生かしていこう、自然に任せましょうと、うん、それで野菜は微生物が作るのが一番うまいものができるんだよっていうのがあって、うん、そうですね、はい、それには微生物の好きな餌、はい、炭素資材、いわゆる桜の木とか、うんうん、はいはい、雑草とか、それを生で入れるんじゃなくて、うん、枯れて臭みが雑草の臭さとか、うん、木の匂いがなくなった頃畑に戻してあげましょうっていう。うーん、時期が大事なんですね、時期、はい、皆さんね、暑い時期にやったら、うん、バクテリア、うんうんうん、バクテリアが上に来て食べちゃうから、はいはい、いい微生物、糸状菌、バクテリアが食われるから、はいはい、何しろ9月10月11月12月に畑に炭素資材、いわゆる木の枝とか竹戸でも何でもいいんだけど、炭素の入ってるものを入れようと、はいはいはい、炭にしちゃったらダメなんだよ、ね、そうですよね、うん、死んだの入れちゃうとね土地も死んじゃうから、あ、ね、やっぱね、そう考えるとやっぱ時期ですね、その入れる時期、それで入れちゃえばもう次の秋口までは何も入れなくてもいい。そうですね、うん、4月とか5月はどうですか。4月と5月はもう野菜作るための、野菜をできるようにするための土作り、うん、土作りってよりも土を作るってよりも全部微生物にやってもらうから、はいはいはい、ただね種をまいたり、はい、準備ですね、いろいろと準備さえ、資材をねまくのはね9月から12月です。そうそう、11月12月1月、うん、1月ぐらいまでですね、かな、確かにね、それをやっていけばいいんじゃないかと、はい、それと空気、はい、空気、あ、空気ですね、エア、はい、エア大事です、エア空気も入るようにしないといけない、いくら餌いっぱいやってもね、うん、空気が入らなかったら、あ、そうですね、市場菌死んじゃう、息ができないから、うん、そうですね、首絞めたことになるから、そうエア大事なんですよ、本当にこれね本当にその通りで、うん、土もねこう酸させなきゃいけないというか、う、空気を循環させないと菌が死んじゃうんですよ、本当に。そうです、あ、そういうことなんですね、そのチップとかそういうものを入れることによって、うん、微生物が活発に動き出すと、うんうん、土が暖流構造、土が空気が入りやすいようになるわけね、はいはい、はい、うん、そういう環境を作ってあげましょうと。そうですよね、うん、あ、分かります、勉強になりますね、はい、ね、ミミズとかって結構ね、ミミズがある土はよくね、不良な土だって言われますけど、ね、どうですか。言われたのはね、はい、水がいるっていうのは土が腐ってるんだからって言ったの。ああ、そうですか、はい、だからなるべくも水が少ない、いないように土になっていかないといけないよってことを言われてる。ああ、じゃあ水はね、いない方がいいということでね、まあ、少なくてもいい、少ない、ちょうどいいバランスですね。量が多かったらね、土が腐ってきてるから、あ、はいはいはい、だからできたものが食べてもまずいわけ。あ、それと虫がビューンってして、はいはい、葉っぱ食べたりしちゃうから、はい、あー、なるほど、うん、ミミズもね、多すぎちゃダメなんですね、これちょうどいいバランスですねバランス大事って言うんですよ、あー、うん、あー、なるほど、ね、虫がつくっていうのはね、土が腐ってるから虫が来るんだって、うん、野菜が美味しいから虫が来るんじゃなくて、はいはいはい、はい、人間に警告を与えてる。今いいこと言いましたよ、非常に
ね、人間が警告を与えてるそうです。で、人間に警告を与えてる。あ、人間にね、警告を与えてる。この土地、もうちょっとなんとかしなきゃダメだよって教えてる。だから、炭素循環農法の人、やってる農家さんっていうのは、土を見て覚えていく。機械じゃないんですよ、機械じゃない。土を見てるんです。土なんです。これは大事ですね。土が先生だっていうの。その通りです。拍手。本当にその通り、全部。土見ればいいんですよ、全部。土です。はい、土がね、硬かったら、はいはいはい、炭素資材の不足してる。はい、そうですね。あ、すいません、こっち。ああ。そう。そうなんですよね。それを忘れちゃうんだよね。はい。やってるとさ、忘れちゃうだよ。土を見てるんですよ、皆さん。土。土を見て覚えるいじってるんですよね。それで見ながら、ね、土の状態を見てると。そういうことです。あ、こっちですね。そうなんですね。今ね、僕ね、どうやってしゃべ、なんでしゃべってる、考えながらしゃべって、思い出しながらしゃべってる。まーっとけ質問多くてすいません。なんか違う、考えながらね、あ、こうやったな、昔はこうやったな、って思い出しながら話してるだけなんだけども。あ、いいですね、なんかね、ねやってきたことをですね。あ、経験大事ですから、皆さんね。ね、この中村さんがね、いろんな経験したことをですね、ぜひね、この配信でね、お伝えしたいと思います、本当に。あのね、失敗した、うん、失敗するっていうのは、うん、成長してるんだよね。あ、はいはいはい。失敗したからダメじゃなく、虫がいっぱいいるからダメじゃなくて、はいはい、虫がつく原因っていうのは必ずあるから。必ずあるそうです。問題は絶対あるんですよね。あるんです。あ、なるほど。さ、よくスーパー行くと綺麗で野菜いっぱいあるみたいな。はいはい、ありますね。あれ消毒でどんどん綺麗にして、はいはいはい、売れないから綺麗にしないけど売れないからそうやっちゃうだけだって。はいはいはい。うん、それとよく言ってるのがね、はい、いい話だ。あ、いえ、どうぞどうぞどうぞ、はい。虫がつくほど、こういうこと言われてるの、虫がつくほどね、うん、野菜はうまいんだって思ってるでしょ、うん、はいはい、それ間違いのもとなんだ、うんうん、虫がつくほど苦い野菜だってこと。あ、虫がつくほど苦いんですね。それできれいにやってるのは虫がついて消毒で買ってもらうといけないでしょ、はいはいはい、生活いけないもんね。あ、それはそうですね、スーパー。だから虫を殺すために消毒してるわけ。はい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 、そうですね。うん、ね、はいはい。あ、意見合っちゃったね。意見合いましたね。よかったね。そうそう。いや、ね、本当にね、その通り、その、合ってます、ね、私、本当に。そういうことだね。はい、はい、うん。それでね、うん、もう一つ最初にね、単純にやるときにね、言われたのが、山へね、肥料を持っていく人いますかって言われた。ああ。山行ったって肥料持っていかないでしょ。まあ、それはそうですよね。運んでいませんもんね。行かない。でも、はい、杉の木とかいうのみんな育ってると。あれはなんだろうって。はいはいはい、自然の循環。あ、うん、確かにそうですよね。そう、ね、微生物、もしここにね微生物がいなかったら、はいはい、杉の木もヒノキも育たないわけだよね。はいはい、そうですね。人で喋っていいのかし、人で喋っていい。あ、いや、ね、大丈夫です、本当に。同時に、はい、自分のどうぞどうぞね、喋っていた、本当にね、その通りで、ね、山はね、誰もいじってないですからね、肥料も入れてないですし、ね、人間がね勝手にやってるんで、勝手になって、それで育てってねやってるよね。でもね、肥料入れちゃうと山の木なんかは虫だらけになって枯れちゃうでしょ。はいはい、そうですよ ね。あ、まあね、そういう、ね、自然の、ね、神秘性があるんですよ。そう、あ、確かにそうですよね。山にも ね、川の水とかもありますもんね。 はい、あれはどうですかね、やっぱこう大事ですか、こういう川の水とか山からの流れ。大事でしょ。そこ大事ですよ、皆さん、はい、やっぱ今なんか今の農業って、うん、言っていい？あ、いいです、いいです、はい。今の農業、除草剤使ったりとかて。除草剤使ってて、はい。その除草剤の中にも浸透したのどん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 染み込んでいて分解できない。はいはい。ね、怖いのがあるんだよね。そうですよね。そういうのもね、はい、今飲んじゃってるでしょ。はい。ね。そうですよね。そう。だからいろんな話が出てくるけども、今、はい、日本の地下水飲めなくなっちゃうんじゃないかって、まで。そうですか。除草剤巻きすぎだもん。危ないですね、将来日本の。グリホサートとかって、この怖いやつがね、はいはいはい、あれ発がん性の、発がん性のある除草剤なんかも巻かれてるんだよね。ああ。だからそこをなんか考え直さないと、うーん、いけないじゃないかなっていう感じがする。まあそうですよね、除草剤巻いちゃうとですね、地下水がね、だんだん水飲めなくなっちゃいますからね。飲めなくなっちゃう。ミネラル水を毎日飲まないといけなくなっちゃうんで、お金もかかっちゃうんで。だから、今ね、
あの機械で、はい、水を作る機械があるらしいんだよ。ああそうですか、はい、電気分解で、うんうん、浜松の会社はそれやってるね。あ浜松の会社やってるそうです、水の、はい、その会社知ってるけどね。あ中村さんご存知ですよね、はいはい、だから輸出するんじゃないのかなと。あなんかもったいないですよね本当はね。ね、地下の水があるんですからね、山の自然でね、できた。うまいのがあるだもんね。もともとあるのに、なんかそういうね、出しちゃうのは結構悲しいですね。なんかねやめてって感じだね。やめてほしいですよ、本当にね。本当だよ、はい。やめてくださいって。やめてくださいよ、ね、頼むよ。頼むよ助走台たくさん巻かないでください。いや、本当に、なんか聞いた話だとね、助走台も、うん、あの天然のものがあるという話は聞いてるけどね。はいはいはい、それがなんか知らない。あ分かんない。なんかそうですね、お酢とかなんかそういうのを最近代用でなんか使ってるみたいですけど、ね、なかなかね除草剤がねやっぱ生えてきますね、うん、雑草が。除草剤怖いのはね、はい、ベトナム戦争で使った除草剤なんかやられちゃうとね。ああ昔ありましたもんね、除草剤日本で売ってんだよね、それ。あそうですか、うん、あじゃあよくないですね、なんかね、よくない、ね、妊娠とかこれからされてね、子供の方にね、子供の脳の方にねこう影響もあるし、あのベトナム人でさ、はい、ベトちゃんドクちゃんって、うんうん、はい知ってます、はい、あの人がそうだよね、除草剤でそうなっちゃったんだよね。そう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 、本当に大変だったんですよね、うん、まだまだ消えない知ってるからね。はい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 、何の話だったっけ。除草剤とか剤あの山の水はね大事ですっていう話を今日、ね、してたんですけども。そうですそうですそうです。あそういうことなんですね。だから今魚がいなくなったどういう釣れなくなったっていうのも、うん、やっぱ農薬とかそういうのに関係あるんじゃないかなって。あ魚釣りはお好きですか。昔は好きだった。あだってあなるほど、焼津港で夜魚釣り行くじゃない。はいはい、焼津港釣りに行って、それで餌つけて置いとくと、はいはい、いきなりピーッと引くわけ。そのうちにどん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 竿を持ってかれちゃう。ボラコっていうやつ言って。ボラ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 。あ、ボラだね。ボラに持ってかれちゃったの。あ、そう、ね。泳ぎたいなと思ったけど、必ずいたから泳げないと。ああ、そうですか。持ってかれちゃった、簡単に。ああ、なるほど、うん。やっぱだいぶ変わりましたかね、昔。変わったですよ、ね。だいぶ変わるな。と思うけどね。そうなんですね。うん、静岡の住人だもんね。ああ、もともとどのぐらいもずっと静岡ですか。静岡にいる。あそう、生まれは変わらないんだけどね。ああ、そうなんですね。うん、ああ、やっぱだんだんね、こう環境がね、変わってきてますもんね、本当に今は、ね。台風も多くなってますしね。多くなってるし。昔はね、大井川にはうなぎなんかも釣れたしね。あ、うなぎだそうですよ。ああ、そうなんですね。カワマスって。カワマス、青木さん、カワマスって知ってる？うん。うん、高級な魚。あ、そうですか。そういうのも釣れたんだよね。あ、結構ね、昔は釣れたみたいね。今汚れちゃってダメだね。あ、そうだったんですか。その中に農薬があるんでね、なっと怖いの。心配、自然の方がいいですね。自然でやった方がね、昔に戻った方がお茶なんかもうまいんじゃないかなと思ってるけどね。あ、やっぱ匂いもね、だんだん違いますもんね、うん、そう、あ、もうだいたい食べて飲んでるのが、はい、やっぱ消毒かかってるから、消毒の味まで一緒になっちゃってるからね。あ、それをうまいうまいとね、飲んでるからさ。あ、そうだったんですね、うん、やっぱね、やっぱ自然のものが一番ですね。いいです、本当に。最高だね。最高なんですよ、自然のものがね、うん、ですからね、こうやって、ね、農薬を使わないでね、本当に肥料も使わない炭素循環がこれからの未来の地球に生かせればということでね。うまいうまいうまい、いやいや、ありがとうございます。本当にうまいうまい、そんな感じだ。それはやっぱ浸透させないといけないんじゃないかなとは思ってるんだけど。そうですよね、うん、これからね、お子さんとかもね、そう、やっぱ安心安全のね、野菜をね、食べていただきたいんでね。ね、はい、結婚あ、結婚知ってます、知ってます。はい、私ね、奥さんベトナム人なんですよ。あれは私で、私もね、ベトナムにね3年いたんでね、発展してるの分かるんですよ、本当に。うん、はい、僕日本人です。あ、そう。あ、そうですね。そうです、そうですね。この辺にアメリカなんて書いてないから。これアメリカじゃない。あ、そう、バーコードがアメリカだとか。バーコードアメリカだって。あ、そうなんですよね。ベトナムね、北と南あるんですよ。うん、あ、そうそう。うちの事務所、はいはいはい、ノーキング、ベトナム人来てるよ。あ、今ね、うん、そうなんですよ。ベトナム来てる。人気あるんですよ、ベトナム。はい。買いに来てる。
わかります、それはすごいね。クボタをね、買いに来るんですよ。そう、トラクターを。ベトナム人が、ね、欲しいって言ってくるんですよ、本当に、うん、そう。ああ、そうだったんですね。ねチャンスじゃないですか。じゃあ誰か探すかな、もう一人。はい、いやまだね、それはできますよ、本当に。将来的にまだね。スタミナ、スタミナない、スタミナない。スタミナ。ああ、じゃあぜひね、元気になってもらってね。元気にね。マグロとか、ね、大好きなのあるんでね。うん、これからまたベトナムで、ね、出店してください、ね、ベトナムいいね。はい。なんか楽しいらしいね。楽しいですよ、ベトナムは。もう力ありますから。あれ、あの 右通行、左通行どっち？あ、ベトナムですか、うん、ベトナムはですね、右左通行です。左通行ね。はい、日本右通行じゃない。あ、そう、逆です。だから車の場合だとさ、あれ、はい、右から左ハンドル付け替えるって。はい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 、それやるじゃんね。そうそうそうなんですよね、うん、はい。で結構ね、ベトナムの方もね、うん、今最近所得が増えてきてるんですよね。経済が良くなったんで、バイクとか車が買う方が多くなってきてるんですよ、うん、本当に。向こうね、ベンツが走ってるって言いますか、はい、うん、昔なんかベンツって、あ、ベンジョだって言ったベンジョ。はい、もう全然違う。口の悪い人はね、そう言ってた。ああ、そうだったんですね、うん、あそこにベンツがあるって、あれベンジョだ。ベンジョあるんですねっていうのはバカ言ってね、はい、うん、だいたい年がバレちゃうけどね。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね、はい、ですからね、あ、今日もうそろそろね、終わっちゃいますけどね。早いね。早いですね、喋ってると。なんでこんなに早いの。いつの間になんかもう終わっちゃいましたよね。、うん、はい、まあ、今日はですね、まあ、その中村さんとですね、はい、まあ、炭素循環農法ね、今日はそれだけ覚えてね。で、中村さんはね、バイクをね、販売してたという経歴から今に至ってるということで。そうです、はい、そういうね、方でね、はい、でこれからね、肥料を使わないでね。そう、肥料もいらない、ね、この除草剤はいらない。除草剤いらない、もう自然のまま、自然の自分の畑の周りにあるものなかったら、今度は山に入る、山は荒れちゃってるからさ、はいはいはい、そういう荒れたのを使って利用して、野菜作ると。あ、それが必要かなと思って。ああ、そうですよね、うん、そんなに難しいことはないと思う。シンプルですから、シンプルね、複雑じゃないんでね。皆さんもしよろしければね、この炭素循環農法ね、もしね、中村さんに聞いてですね、やってみてください、皆さんね。これからのね、未来の日本のため、地球のためにですね。やった方がいいね。やった方がいいということで。農家さんもみんなそういうのに変えていった方がいいね。はい。農家さんもね、ぜひね、やってみてください、この炭素循環農法。はい。病気ばっか作るじゃなくて、健康な人を作るためにね。そうそうそうですね。そういうことに切り替えていった方が、はい、世のため、人のため、いいんじゃないかなと。日本の野菜っていうの、外国行くと農薬にまみれた、悪いやつだって言われてるくらいだから。はい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 、うん、日本人知らないだけだからね。そうですよね、うん、やっぱね、これ昔ながらのね、農法を大切に、これからね、ぜひそうご活躍をお願い祈りたいと思っております。だって俺なんか ご活躍これからバカやな。そうですね、はい、まあ、皆さんもね、ぜひね、炭素循環の方ね、やってみていただきたいなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今日はやりたいと思いますけども、はい、はい、じゃあ今日はね、これのオクラくん聞いてみてね、今日はですね、中村さんでした。皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、さよなら。さよなら。